リック・フーラーはアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州ミドルボロ出身。WCW や新日本プロレスにて活動した。1987年、ミドルボロ高校卒業後、地元であるマサチューセッツ州にて、ジミー・スヌーカとトニー・アトラスが共同で主催するレスリングスクールでトレーニングを積み、ノースイースタン地区のインディ団体で活動。 1992年から1993年にかけて根はにて後に WWE でスコッティニ・ホッティのリングネームで活躍することになるスコット・ガーランドと根はヘビー級王座をめぐり交想した。1997年 WCW に入団。1月23日のニトロ、レックスルガーを相手にデビューするが敗戦。デビュー後以降、ニトロをはじめとした。 WCW 系列の各番組に出場するもメインイベンターたちのジョバーになることが多く、また若手の踏み台へ。4年間で結局チャンスを得られないまま2000年に WCW から解雇された。WCW 解雇後はカオティックレスリングやナシ W といった北米のインディー団体を中心に活動。ベテランレスラーながら若手レスラーの壁という役割をこなし、 2008年3月、イポに参戦した際、ネワで構想を繰り広げた、スコッティにホッティと再会。イポヘビー級王座を保持するスコッティに挑戦するも、敗戦した。同年6月、カオティックレスリングにて後に、WWE に所属することになる、ダレン・ヤングこと、フレッド・サンプソンとタッグを組み、カオティックレスリングタッグチーム王座を獲得。同年7月5日、 新日本プロレスに参戦。ツインメッセ静岡にて、後藤博士王ジャイアントバーナードと組み、マカベガタナギ&、ツー&、カール・アンダーソンのシックスマンマッチでデビュー。参戦当初は、中村晋介がリーダーを務めるユニットであるライズに加入し、ジャイアントバーナードと外国人タッグで活動し、同月21日の月サムアルファコートドームにて、 IWGP タッグ王座を保持する新壁矢野組に挑戦するも敗戦した。9月5日、後楽園ホールでのメインイベントの中村後藤 VS 新壁矢野のタッグマッチにて、バーナードと共に裏切り、中村と後藤を襲撃し、ヒールユニットである GBH に加入。G1 タッグリーグにバーナードと出場し、11月5日の後楽園ホールにて、 決勝トーナメント進出を決める試合で中村後藤組と対戦するが敗戦した。他、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。